はい、き今日はインターネットライブ中継の機材についてというか、まあ、どうやってインターネットライブ中継を実際にやったかという話をしていきます。でですね、えー、インターネットライブ中継をしたのは昨日です。えー、埼玉県の富士見市にある鶴瀬公民館でですね、えー、第17回市民演劇の集いというのが行われました。で、この市民演劇の集いというのは、アマチュアの演劇愛好団体が集まって、んんまあ、昨日はね、5団体集まったんですけど、 うんその団体が時間、持ち時間を持って演劇を発表するというね、演劇発表会、演劇発表グループ、グループ発表会、まあいいや、あまあそういうようなイベントです。それで、インターネットライブ中継は、私が所属している富士見ビデオクラブというね、市民、市民というかこうアマチュアビデオ愛好グループがありまして、その、 フジミビデオクラブがあインターネットライブ中継を依頼されたんで、えー、行ったという感じになりますでまあ今ねコロナ禍でね、あのー、会場に人をあまり入れられないんでで,でもみんな大勢の人に見てもらいたいということで、えー、同時にインターネットライブ中継をやったと。 いうことですね。ただしね、あの、OBS とね、えー、高級なノートパソコンと OBS を使えばもっと簡単にできるんですけど、まあ、限られた機材予算でやるとどうなるかっていうのを、これから解説していきます。でですね、あの、まずね、会場にネット環境がないんで、えー、ルーターを準備しました。で、隣の、隣の建物にはネットがあったんですよ。ただ無線ではなくて、有線の ネットがあるんで、まあ、壁から、壁の欄を引っ張って、そこにこ、ルーター、これ無線欄ルーターなんですけど、これを <laughs>、とりあえずつけて。で、えー、と、ホールは隣なんで、隣の建物まで、ここはね、えー、無線欄を飛ばしました。で、えー、受けるのは、あこれ、ここに <laughs>、このガラスの向こうにありますけど、これは、だから、あぁ、なんていうんですかね、アクセスポイントモードというか、なんていうんですか、ブリッジモードっていうのかなそれにした、 あ無線 LAN のアンテナを置きまして、そこからあ LAN のケーブルをずっと引っ張って、とりあえず今これ2階の調整室に、えー、LAN, LAN ケーブルが這わされていったわけですね。で、なんでこれやってるかっていうとね、ATEM Mini を使ったんですけど、ATEM Mini ってあの有線 LAN が必要なんで、えー、こういうことをしました。で、これ上から触ってきたのは、これがあ有線 LAN で、これ、えー、ここに 安っぽいハブありますけど <laughs>、安っぽいところが本当にあの Amazon で買うと一番安いハブですけど、ハブに、えー、来ると。で、このハブと、この、うん、あ、そうそう、ここにもね、えー、これでちょっと無線使いたいんで、ちっちゃい、これ、あの無線 LAN ルーターじゃねえな、無線 LAN のアクセスポイントですけど、あの、ちっちゃい箱は。で、えー、ATEM mini とネットブックとは有線 LAN です。で、ATEM mini、えっ、ー、と、でね、えー、ここ、これね、 <laughs> これがで、これタッチパネルじゃないんですよ、このネットブックが。タッチパネルじゃないので、えー、あのソフトで、えー、なんだっけな、クローム、クロームリモートグーグル、グーグルリモートかなを,を立ち上げて動かして、で、えー、あの、えと、タブレット、タブレットで、えー、タッチパネルを使うということをやってます。で、このネットブックは YouTube 出しにも使ってます。で、カメラの方は、 あこれ、電池が長く持つという理由で GH4 です。で、あとはあのオペレーター付きのこのフルカメラの2台体制でやりました。でまあ、だからドン引き前傾とオペレーター付きのフルカメラという構成になってます。で、音はね、えー、あそうそう、これは、<laughs> これねあの、モニタリングのね、ヘッドホンをあの無線で飛ばそうと。 えー、ケーブルついたエッドホンだとね、あの、わちゃわちゃして <laughs> 絡まっちゃうんで、えー、そういう解説の部分かな <laughs> これは <laughs>。まあ、んなんでね、あの、無線で。ああ、そう。で、これ、これがね、えー、Google Chrome5 巻。でも Google Chrome の機能は全くないんですけど、あの、えー、スマホのミラーリング先としてあれを使えると。 いう装置ですちょっとね、バタバタしてて、えー、説明しにくいですけど。で、これは古いスマホです。えー、なんだっけ、えー、古いスマホ、<laughs> 古いスマホに、えー、再生ソフトを入れて、で、これいいのはね、ここに、えー、テロップでね、どうしてもね、モーションテロップやりたかったんですよ。で、モーションテロップやるには ATM-Mini モーションテロップ単体じゃできないんで、えー、ここに、えー、テロップデータを入れて、えー、で、 えー、送るという、送り出すというのをやってますね。えー。ですからルマ、ルマ合成、ルマ合成をして送り出すと。で、いいのはね、あの、おなんていうんですかね、えー、あ、そう。で、でルマ合成するのはね、えー、そのネイティブミのハードウェアキーではできないんで、オン、ルマ合成のオンオフが。ですから、あの、タブレットで、 えー、オンオフをすると。わか、分からねえな <laughs>。この、この解説。ちょっと、ちょっともうちょっと、ちゃんと解説した方がいいかな。いいのかな。えー、すいません。あの、いろいろと散らかっちゃって。あの、もう少し解説をします。まあ、つまり、このスマホ、古いスマホで、えー、テロップ出しをやっていたっていうことをもうちょっと解説させてください。解説していきます。お前落ち着けって感じだよね。えー、これ、えー、 えっとね、古い、ギャラクシーの S、S6、すごい古いやつです。もう、ガラスも割れてますけど。で、使ったのはこれと、えー、この、この、なんか、こう、G って書いてあるけど、これ、Chromecast 5巻ですらない、あの、これがね、受信部で、で、えー、スマホとかタブレットからミラーリングをこれで実現するという、そういうね、 えー、装置で、えー、千, <laughs> 千何百円とかね。すごい安く Amazon で買えるやつです。はい。あのー、残念ながら Chrome Cast と互換ないです。で、私ね、Chrome Cast も持ってるんで、同じことをね、Chrome Cast でやろうと思ったらね、今度ね、Galaxy S5 がね、Chrome Cast に繋がらないっていう。Galaxy S5 はね、このわけわかんないのには繋がるくせにね、Chrome Cast には繋がらないっていう。で、こういうまた雑談が、余談が増えていくんですけども、これと、これを繋ぐ。 と、とても便利だった。っていうのもね、この S5 って、えー、画面の比率が16対9だったんですよ。まあそれちょっとおいおい話しますけど。まあこれで、えー、S6 はスマートビューというそうなんですけど、まぁ、あ、どんなスマホにも付いてますよね。あミラーリングするう、そういうね、こういうね、えー、ここ接続中って出ますけど、これで、こことここが、つながったと。で、えー、今こう見えるかな このカメラ1っていうところに、え、これが、これが繋がってるんですね。で、まあ、こうすれば。あれああ、まあいいや。で、えー、で、この、使うのはビデオっていうソフトで、で、この、このビデオっていうのがいいのは、あのー、えー、これがね、わかるか。こっちはコントロールだけになるんですよ。これコントロールだけですで、こっちに映像が出てる。 つまりなんかこう、ミラーリングした時のサブモニターにしか映像が出ない。で、サブモニター、で、こっちのスマホの方はこの、これのコントロールができる。曲るかなこれはとても便利なんですよね。で、これで、えー、えー、テロップを出すと。こっちに、こっちに映像出てこないですね。こっちだけですよね。 で、こっちは、スタートストップの、コントロールが、できるんですね、これで。これよいしょ。止めて、よいしょ。こ操,操作が、あれなのは、この私の指がね、タッチパネルに反応しないからね。これ便利なんですよね。で、さらにいいのは、こう16対9だったんですよ。さっきもちらっと言いましたけど、この画面比率が。だから、このテロップがバッチリ収まる。で、このこっち側のスマホね、例えば、 違うスマホに変えた場合、この画面比率が16対9じゃなかった場合は、左右もしくは上下が一部黒になっちゃうんですよ。そういうことがない、バッチリ収まるんで、とても便利であると。で、えー、これ背景黒で、えー、このテロップは作ってます。で、モーションテロップにしたいから、あの、ATM mini 直じゃなくて、こういう風うにして、えー、これルマ合成、ルマキー合成をやってるんですけど、で、ルマ合成の場合はね、残念ながらここに、ハードウェアキーがないんですよ。 だから、あの、コントロールパネルを,を出して、えぇ、ー、ルマのオンオフをやるために、わざわざ、あ <laughs> タブレットで、えー、ミラーリング、クローム、なんだっけ、クロームリモートデスクトップ、あれ違う、グーグルデスクトップ、まあい,いや、リモートデスクトップのソフトを、あの、走らせて、こうタブレットだとね、タッチパネルがあるから、ここから直接オンオフができるわけですよ。 で、えー、私が使ってるのネットブック、あれ、26000円でグ、Google グで買った、あ、グーグルじゃねい、Amazon で買ったやつは、タッチパネルじゃないんで、えー、あえてややこしいことをやってます。で、えー、音は、音は会場の中ほどにガンマイクを置いて、そこからケーブルを引っ張りました。というのも、演劇なんで、会場マイクから拾う音、プラス生声がどうしても入ってくるんです。どうしても入ってくるってことはないか。生声が、やっぱり、加えたいんで、 会場の中に直接マイクを置きました。というのもね、コロナ禍でお客さんがすごく少ないんで、まあ、関係えー、邪魔にならないだろうと。あの、外野ノイズも入らないだろうということで、そういうふうにしました。ちょっとごめんなさいね。あの、ちょっとわかりにくい解説になってしまいましたが、あ個 <laughs> 別に質問があれば、受きつけますので、えということで、どうやって演劇の集いの中継をやったかを駆け足で解説しました。平きでした。